え皆さんこんばんはしゅーです。えー、先日2つ続けてちょっとね <laughs> 動画を撮らせていただきました。たくさんのコメント本当にありがとうございました。あの僕のまあ、ものの選び方みたいなねこだわりというものに関してもものすごくたくさんコメントいただいてましてあの僕が大事にしてることを書かせていただいてまあのビデオで言わせていただいてるんですけどもあのたくさんのねご意見いただきまして本当にありがとうございます。 で、今後もたまにね、ちょっとああいうものも挟みながらというか、いうのもちょっと考えさせていただきたいなと思っておりますので、またよろしくお願いします。えっと、で、昨日夜の下シチ七ンの、えっと、リーダースチューデントのことで、七、ま、図、あ、も沼があるのかということを載してたと思います。で、あの、ありますよと。<laughs> この七ンに関してはね、まあ、まあまあたくさん意見が来てまして、 <あ>の <laughs> もともとシチズンの沼はもう確実にありますよと、でまあ、ある方は50年前に入学祝いに買ってもらったのがシチズンでしたということで、シチズンには特別な思い入れがありますということで、あのファイヤーキッズさん、僕の、ね、動画でもたくさん出てくる、ファイヤーキッズさんのお店で、70年代の150メーターダイバーで、50年代のデラックスを買,われました買いましたと。 言うてらっしゃる方が言ってて一緒に沈ズ沼にはまりましょうっていうねメールが来てました <laughs> あの怖いですで実はこの7 0点の 150m 台ーに関しては実は僕は知っててあの実はもう探し立ててたりするんですけどもね怖いじゃないですかであの <laughs> まあ大先輩の、ね、方がたくさんまたメールというかコメントいただいてて まあ、その方もパラウォーターにはまりまくってますよ、ということを書いてらっしゃって。あの、ある方もね、書いてて、僕、昨日かなんかの動画でも言ってるんですけど、あの、ファイヤーキット何回か前の動画で、同じ価格帯であれば、あの、高性能なのは湿純ですよ、と。なので、今はシーズンすごく狙い目ですね、っていうことを言ってらっしゃったっ、ということを僕、ちょっと言ってると思うんですよ。そのことも書いていただいてて、あの、 シチズンっていう名前からね、昨日もちょっと言いましたけど、あまりその <laughs>、勉強してこなかったブランドなんですよ、はっきり言って。が、まあ、あのシチズンはシチズンでね、実はすごく厳しい企画があるみたいで、あのそれを先輩がね、ぶわっと書いてくれてて、あの今、一生懸命メモを取ってね、勉強させてもらってるんですけども。 この先輩の言うことを聞いてるちょっと危ないので、あの、先輩のことを聞きすぎると,と、とんでもないちょっとものになっていく先輩なので、ちょっとまあそこはね、えー、ちょっと耳に挟むぐらいの感じにしとこうかなと思ってますけども、実はずっと見てるのはシチズンのクロノメーターをちょっと僕見てて、ただこれはあの、昔のやつじゃなくて、えっと、クロノマスターでしたっけいうところもありますよね。 じゃなくて僕が今一応見てるのはシチズンの今のクロノメーターをちょっと見ています。でまあシチズンクロノメーターというスペチュアレっていうのがありますよというふうにまあ先輩書いててあの先輩ねミニカーとかミニチュアカーとかもレストアーされるみたいであのまあこの車時計好き靴好きっていうとまあ車好きバイク好きみたいに結構つながっていくと思うんですけど。 あのこのスペチアーレという言葉、これイタリア語でして、特別なという意味なんですよ。というのは僕、アルファに乗ってるので、アルファロメンにジュリエッタ・スプリント・スペチアーレというのがあって、あのスペチアーレという言葉は僕、前から知ってて、あのイタリア語の,そのスペチアーレって使ってるシーズン、使ってる先輩がそういうのを使ってるということは、まあ、先輩も多分そういう車をお好きなんだろうなという感じに、ちょっと僕は見てるんですけども、 こういう男の道具の世界を好きな人って、やっぱりどうしてもそういうとこ繋がっていきますよね。まあ、昨日僕がちょっと乗せた靴とかもそうですし、あとはメガネとかね、書いてらっしゃる方もいらっしゃって、メガネもやばいでしょなんかあの、東京になんな、白なんとかっていう有名なブランドさんがありますよね。僕はあの老眼なので、あの老眼鏡をかけたりするんですが、ああいうのとかもかっこいいなやつあるじゃないですか。で、こんなるとね、万年筆とか。 ね、なるんですよ万年筆とかでもウォーターマンとかを使ったりするんですけどウォーターマンってご存知の方いらっしゃいますかねもともと郵便局の人たちがあの手紙を届けに行ってサインしてもらう時に、えー、っと持ってた万年筆のインクがシャツに漏れたっていうことをきっかけにその郵便配達の方がね、えー インクがこぼれないものを作ろうって作ったのがそのウォーターマンというブランドでしてあのそういうのもちょっと僕好きで結構知ってたりするんですけどもうどん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 世界が広がっていくので危ないんですけどねあのシチズンに関してはまあまあちょっとねゆっくりと見ていこうかなという感じですねただまああのシチズンのことをこのねこの前の人もうめちゃくちゃメールが来ててあのシチズン沼は確実にありますよと あの一緒にシズンに沼へようこそみたいなね、メールがいっぱい来てるんですけども、あの、ちょっとね、なのでここにね、実はこれね、お気づきの方いると思うんですよ。このこの動画が今日始まってから、こいつなんかここに置いてるぞって思ってる人がいるはずなんですよ、これ。お気づきの方がいると思います。実は僕持ってるんですよ、これ。シズンのオートデータというやつですね。いわゆるロッ、えっと、ジェットローターっていうオートマチック。 を積んでるもの。で、ここ、パラ、40メーターウォーターとかでもな、パラウォーターですね。っていう風に書いてます。実はこの子ね、金のこのバージョンを実は僕は持ってるんですよ。実は。一度ちょっと僕これ、チラッとね、実は動画に出したことがあって、これちょっとね、まだ今僕直してるんですよ。動いてるんですよ、ちゃんと。ちゃんと手巻きもできますし、普通に動いてるんですけども、 もう少しちょっとね、カタカタウとかなので、その辺のちょっとこう中のね、えっと、キャリバーをしっかり固定するネジとかをちょっと探したりとかしてて、まだちょっと完全ではないので、僕全然これが動画に出てきてないと思うんですけど、実はちょろっと昔に上げたことがあるんですよ、これ。実はこんなものがあります、ということで。で、あの先輩が言ってるジェットローターっていうね、なんか、ギュリギュリギュリンとこう回るね、なんか中すごく変わったなんかキャリバーがあるんですけど、 これ、それ、これ、それなんですよ。なので、先輩がそれ書いてて、あの、実は持ってんだよなって思ってたんですけどね。実は僕ね、これを持ってるんですよ。で、一生懸命直してるんですけど、なかなかちょっと時間がなくて直せないんですけど、こんな感じ、シーズンのオートデータってやつですね。パラウォーター40メーターと書いています。で、僕のはこういう金の、これは、まあ、普通のゴールドプレートなのかな。CGP って書いてるので、 シ,シチズンゴールドプレートでしょうね。これ多分ね。この辺も成功ゴールドプレートとなかなかこうあれしてるんでしょうね。成功は SGP じゃないですか。で、これ CGP なので、多分シチズンゴールドプレートっていう意味でしょうね。なかなかシチズンやりますよね。いう感じで実は持ってるんですけど。まあまあ今日はねメインこれです。これを前ちょっと言ってました。ロードマティックですね。こちらリファレンシャル番号が5606-7070。70 70 シリアル番号が027891970年の2月かと思います。で、こちらが SGP、西郷ゴールドプレートという形のこういうふうなゴールドのモデルです。大きさが36.5ミ、mm、リ、ケースの厚さ9.5ミリ、ラグツラグは41.5ミ、mm、リだと思われます。で 23, 機の23隻の 5606A というキャリバーを積んでおります。 どうですかあの、磨き倒して、えっと、超音波洗浄機にかけて、で、やりました。まあまあ、綺麗な状態で、フルオリジナルでございます。こういうね。で、これ僕もね、このロードマティック LM なので、ここに LM が入ってないことをちょっと不安だったんですけど、最初。このモデルには、この LM って入ってないバックルが存在するみたいで、まあ、間違いなくオリジナルかなと思います。こういう感じですね。 まあまあ傷はね入ってるんですけどまあ別にいいかなという感じですねでえっとこっちかなこんな感じかなこういう感じここに入ってますねでこういうふうなえっとまあピンのね形のこうピチッと取ったらこの板がポッと取れるタイプの駒調整のものでございましたこういう感じですねでもなかなかねあの 綺麗かなと。文字盤なんかもうめちゃくちゃ綺麗で、ケースにはまあまあ傷があったりはするんですけども、こちらの方は、この裏蓋がパコンと開くんじゃないんですよね、これ。確か前から取ってっていう感じの、あのワンピース型のケースになってるはずなので、ちょっとそこで僕はもうキャリバーを開けることはしてないんですけども、うん、そんな感じのちょっとね、変わったケースですね。で、文字盤。こういう感じですね。 これは、うんと、ゴールドの針に真ん中に黒のラインが入っている感じ。インデックスも全てそうですね。ゴールドの、えこういうアップライトのインデックスに黒のラインが全部入っているという感じでございまし,たでしょうか。こういう感じですね。結構ね、かっこいいですね、これね。うん。で、こちらの方は、 多分6振動のキャリバーになるんだと思います。ちょっとはっきりじゃないんですけど。で、合ってると思うんですけどね。こんな感じ。音を聞いたと8振動ではないと思うのでね。そうだと思うんですけど、どうですかよいしょ。なかなか、なかなかでしょ。うん。あの、まあまあ悪くないなぁと思ってるんですけどね。こんな感じ。 うんで、多分これはね、ホワイトで、いや、ホワイトなのかなこれね、なんかちょっとシルバーっぽい感じかもしれません。うーん、ホワイト、かなり白っぽいシルバーの文字盤のように見えるんですけど、ごめんなさい、ちょっとこれははっきりじゃないな。どっちかね、ちょっと、ちょっと分かりにくいんですけど、どっちだでしょうね、これ。まあ、ホワイトでいいと思うんですけどね、なんかけど光沢を見ると少しシルバーっぽくも見えるので、 かなりちょっとそういうね、光沢のあるホワイトと思ってもらっていいんじゃないかなと思います。こういう感じですね。どうですかうん、なかなか綺麗なね、モデルかと思いますね。こんな感じ。で、ちょっとつけていくんですけども、<coughs> この前言った GS、これですね、あのネイビーの文字盤のこの GS、56GS のストラップ、やってまいりました。 どうですかちょっとほぐしてみるちょっと手袋取りましょうか。こういう感じ。どうですかあの、おっさん系のね、このレザーストラップがやってまいりました。これがもう少し黒っぽく変色してくるとかっこよくなるんじゃないかなと思ってます。うん。で、このストラップは、えっと、僕のロード・マーベルにもちょっとね、作ってるので、 ちょっとまだ出来上がってねロードマーベルに3万6000ではなくて普通のロードマーベルにちょっとつく予定にしてるのでその辺はまたね出来上がったら皆さんにお見せしてちょっとね見ていただこうと思います結構いいでしょうどうですかこういう感じのね質感でございますこんな感じですねよしではちょっとつけていきましょうか よいしょ。よし、ちょっとだけ遠くしましょうか。こんな感じです。このね、ここに、ちょっとこの剥がれというか、ちょっと上がってね、うん、ちょっとこう剥がれてきそうな感じはちょっとあるんですけども、まあまあまあ、他はまあ、かなり綺麗な感じかなと思われます。こういう感じですね。 綺麗でしょうどうですかで、このね、ガンと文字盤の色が明るいので、そこまでちょっとこう、派手にというか、やらしくは見えないかなと思ってるんですけど、こういう感じですね。どうですかね。こんな感じです。いう感じでね、今日はちょっとこのロードマティックをちょっとさせていただいてるんですけども、あの、<laughs> あ,うあのねいろんな方に本当にたくさんの何て言うのかなこうメッセージなんかをいただいてあのすごく僕勉強になってるし今810何人になってましたかねあの嬉しく思いますよね本当に嬉しく思います。 で、あの、最近ちょっとこう、返事にも書いてるんですけど、時計には正直に、で、皆様には誠実にっていう形をちょっと書かせていただいてて、あの、僕なんかのね、素人がやってることなので、当然間違ったこともさせてもらうこともありますし、軌道な中、僕、あの、キャリバーをね、こちらの方に載しときますとか言って、僕、キャリバーの写真を載せ忘れたりするんですよ <laughs>。アップをして、えっ、ー、と、一回アップデートしたら、 あのちょっと1回だけチェック最初にするんですけどその時にならないと気づかないっていうね感じでしてあそういうところで皆さんにご迷惑かけたりとかおいおいってなる時もあると思うんですけどもあの昨日ね僕ちょっと顔出ししてますけどもああいうタイプの人間であのこだわりは強く持ってるタイプだと思いますでそこはすごくはっきりと自分のここは好きだ嫌いだっていうのははっきりしていって 皆さんに教えていただいたことは一生懸命きちっとメモを取って、えー、勉強し、僕こんな50歳になってね、こう久しぶりですよ、こんなにノートみたいなのを取ってるの。もうノ文字を書くことをしないちょっと職業なのであまり、こうね、書いてるでしょ、僕。めちゃくちゃ実はこれ書いてるんですよ、僕。皆さんに意見いただいたこととか、ね、こうやって書いてるでしょこう、いろいろ書いてるんですよ、僕。こういうことを。こことがすごいでしょ 5アクタスのコメントとか言う僕ね久しぶりですよこんなに文字書いたの本当にでもそうやって皆さんが教えていただけるのでね一生懸命勉強させていただいて本当にね何かの,あの皆さんのお役に立てたりとか例えば今日でもね金曜日なのでお仕事疲れて帰ってこられて動画を見て ちょっとリラックスしていただけたりとか、あ面白いなあとかいうのをね、ちょっと思っていただけるようなコンテンツを今後も一生懸命ね、上げてまいりますので、あのチャンネル登録まだいただいてない方はぜひチャンネル登録いただいて、ぜひ応援くださると本当に嬉しく思います。で、コメントはちょっとね、先ほど先輩のお二人の先輩のね、コメントまだちょっと返せてないんですけども、あの必ずコメントはお返事をさせていただきますので、えー、またね、シズンのこととか、ふふ。 怖いですけどね。うん。そういうこともたくさんコメントに残していただきますと、必ず目を通して、必ずお返事させていただきますので、またよかったらコメントも残してくださいませ。今日は、一旦これ。まあまあ、ここにね、こいつをね、このおっさんベルトがついたものをもうちょっと置いときますけどね。今日はロードマチック LM、こちらの、えー、リファレンシャル番号が、 5606-7070こちら SGP 成功ーゴールドプレートこちらの LM をご紹介させていただきました本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました皆さん素敵な週末をお過ごしくださいませではまた次の動画でお会いいたしましょうさよなら